寝てる寝てる、おい早く入ってほしい、ね、怖い。いいえ、アメホスです。当てついでどーよいしょー。僕らね、年末のね、忘年会の動画でね、女の子をホテルに持ち帰って何もしないを全員でやるっていうね、うん、やったんですけど、その時にソウタがめちゃくちゃ酔っていて、まあだいぶキモかった。回転キモかったですね。本当に化け物の子だよね。化け物の子だね。あの時はさ、死んでも誰も悲しくない。お前ら死んでも誰も悲しくない。死なない。やべえよ、いや、もう誰もうまくいってないじゃん。お前の声がうまくいかなすぎてびっくりしちゃった。入ってこないわ、お前の声。何も。あ、俺リッキーに憧れてるからさ。リッキーに憧れて声枯れさせた人。あ、そうそうそう。よろずがね、ちょっと声がね、喋れないんですけど、ケリーはもともとその言語障害で言葉が出てこないだけなんですけど、よろずは喉をね、ちょっと枯らしてしまってるだけですよ。僕、お酒好きなんですよ、普通に。結構飲み会とかは行くんだけど、もう百発百中で記憶がなくなるのよ、最近。自分の体が癖づいちゃってて、記憶なくす体質になっちゃった。で、記憶がなくなった時は本当にろくでもなくて、いや本当にキモいって聞きますよ。本当にいいこと一個もしない。まあめちゃめちゃキモいんですけど、じゃあ逆に企画自体はいいんじゃないか。もうだから何らかの問題をこれから起こしていくし、どっかしらで炎上すると思うんで、そりゃあソウタは酔ったら問題を起こすよねって状態を作っておきたい。そういうことでした。結局で今回は初対面の女の子に対してデートで、はい、酔っ払った状態で行こうと。撮影前に俺はもうまず泥酔しなきゃいけない。できんのかな、そのさ、楽しくて記憶なくなっちゃったじゃん。記憶をなくしに行くって自分から、うん、申し訳ないんですけど、だから犯罪がね、起こってしまう可能性があるのでね、先に謝罪しておきます。すいませんでした。あ、すいませんでした。これやっぱね、先打ち大事じゃん。今回ね、このオープニングを撮らせてもらってる場所がね、神田にあるガールズバンドヴィラーさんでね、撮らせていただいてるんで、ぜひ男性の皆さんで、ね、来てみてください。こんな感じでね、いろんな企画やってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひあのね、年末の忘年会の動画もね、それ見てもらってね、それではショーオーラッツァー。昼飲みが始まりました。はい、必要が本当にあったのかっていうのは分かんないんですけど、昨日の夜から朝まで飲んでて2時間だけ寝て、また昼飲みが始まりました。頭悪いね。うん、酔っ払ってんのよ、すでに。1人でこれおかしいから盛り上げないといけないから、アルハラをしてもらおうってことで、そのアルハラ要因に後輩が来てもらいました。はい、これ楽しく飲みたいと思います。乾杯。はい、エッセー、エッセー、エッセー。もう誰が飲んだか分かんないです。これは私が飲んだ。適当でいいよ。ムキモゾチュマイスターじゃないですか、ソウタさん。どれか黒霧島ロックが当てれるんじゃないですか。これだね。これだね、完全に。分かる。飲みすぎてるね。山飲み慣れてるもんね。一番ゲロを魚出るよ。一番人間を気持ち悪くする匂い。はい、三杯目、三杯目。ほら、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 ほら。わあ、いいな。やばー、な、いいな。ボウヨミの。ハイサイマイド、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 ハイサイマイ。えい。でも記憶はまだ全然ある。うお。新品のおもちゃトイザラスで開封した時の匂いですね。え、じゃあワクワクしてんじゃん。いいよ、もう一回ワクワクして。お尻すごっ。きたきたー、こら。すごすぎ。あー、シラフで酔ってるみたいな演技するのだろう。え、待って、俺以外がさ、酔っ払ってて変な感じになってません？ねえ、マジでやめ。パリーパリパリー。間違えた、間違えた。これ全部嘘です。テル洗い、はい、テル洗い、テル洗いイニング。 OK、 イエスゴー。 OK、 イエスゴー。かわいい。ありがとう。かわいい。あー、死にて。よかった、よかったよかった。あー、死にて。そういう感じだったんだ。取っていけみんな待ってる。そうだ、みんな待ってる。シュウマイが90度だったら熱いでしょ。熱い、熱いでしょ。シュウマイが90度だった時の思い出してやるよ。すいません、今日はよろしくお願いします。お願いします。今回、朝岡さくらさんに来てもらいました。軽く自己紹介だけいいですか。二十歳になりました。あ、二十歳。はい。職業で言うと何になるんだろう。職業は、あの、休業中ですね。休業中ね。はい、いや、休業中連れてきていいの。ここもうね、結構近くにはね、来てると思うんで、早速デート行ってもらいます。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。横浜中華街がデートの場所ということで、はい、あ、ちょっとデート相手が、デート相手と合流します。え、待って、こ
怖っ、なにこれ。え、なにこれ。今回のデート相手、ソータです。来た。待って、デート相手早速さ、警察に囲まれてる。マジでありえない合流の仕方してる。珍しいですよね、警察から絡まれてスタートって。誰も予想してないんじゃないですか。友達ということで一応。美女とブサイクが知り合いなわけないのよ。じゃあでも最後の記憶は、うん、俺がバーで潰れて、うん、全会計を俺が払って帰ったっていう。聞いたことあるわ。払ってないよね。いくらって聞いたら、払わなくていいよって言われたから。言ってるやん。でもめっちゃ高かったよね。そうだね。カラオケもあって個室料金とかも。はい、それ以降会ってない。やばい、俺は捕まえてくれ。やばい。こんな人じゃなかった。俺が間違ってる。今俺が大声出したから警察が捕まえるよね。じゃあちょっと一旦ね、ちょっと SP2 人にも開けてもらって、一応ね、そのもうこの撮影の前に早速携帯をねなくしていると。財布をなくしやすいからね。携帯と財布でしょ、一番大事じゃない。そう、だからこっから下通りが多いんでしょ。僕がちょっと気をつけながら見ていきましょう。異変があったらすぐ。普段お酒とか飲まれますか、さくらちゃんは。じゃあお前聞いてねえんだ。桜は飲むよ。好きだけど、うん、2人で飲んだりしますよ。あ、一人飲んだりすんだ。家で。違う、お前一人でオナニーするって話じゃないよ、お前。バカ、お前気持ち悪い。キモい。一人でオナニー。おい、ちょっと冷たっ、こぼし冷たっ。ちょっとずつつもりが普通にストレート打っちゃった、ごめん。本当に嫌だ。じゃあ飯ね、ご飯ね。飯じゃあ行こう、飯。うわー、ちょそろそろ。あー、やりすぎだよ。制圧しすぎだって。さすがに。じゃあやるでいいんだけど、ありがたいんだけど、多分やりすぎだよ。さすがにやりすぎだよ。静かにしてね。え、待って、めっちゃ恥ずかしい。目見て、歴史。いや、やるずお前楽しいんだけど、ちょっとやりすぎてる。お前スボったね、今気抜いてたから全然いけなかったわ。俺らで本当に止めないと目が気に引っ張っちゃうから全部引っ張る。その時に入ってた事務所とかもやめてたわけや。そしたら全部パーッ、はい、引っ張らしてパーッ、引っ張らしてパーッ。その時の事務所、あ、勝田さんってことなんで、お前らが入ってた事務所。やりすぎだよ、ダブやりすぎだよ、ちょっとやりすぎだよ。何これ、いや、新しい事務所だ。ちょっとやりすぎだよ。制圧はいいんだけど、ありがたいんだけど、やりすぎだ、ちょっと。これさ、豚かな、肉。確かに。そうだな、食べます。あ、食べる、そう、いいじゃん、いいじゃん。食べましょう。すいません、本当に。じゃあフルーツ飴一個。はい、はい、今日150円です。あー、オッケーオッケー、元ら頼むわ。え、一応デートだから今回相談持ちっていう感じになってて。じゃあ、俺スマホない。じゃあ、あっち行っていいよ。あ、そうっすね、はい、モトラお願いします。いや、今回一応デートだから。気まずい。ちょっとごめん、こいつ持ってないみたいで、一回ちょっと出してもらうことできる。そんなわけなくない。これでお願いします。え、嘘。うわー、はい、ゲット。難しい。もうお金がなくて。え、待って、無理、本当にやだ。無理、待って、めちゃくちゃキモい。無理、罰ゲームすぎる。こんな顔しますよ。危ないよ、お前バカ。そうそう、あれ凶器持ってるもん。取るぞ。じゃあ、危ない、ちょ。いや、学んだ、ちゃんと学んだ。それだ、じゃあ何やろ。仲直りみたいな感じになるか。うわなんでプッシュアップしてんの。
じゃあ山下公園行こうか一回。じゃあ可能性あるかだけ聞きたい。ないんだったらもう俺もう帰りたい。どうですか？そうだったの。だったらあるデートで。ワンチャンあるんだ。ワンチャン。山下公園行こうや。オッケー、じゃあ質問していくわ。ありがとうございます。さくらちゃんのそのタイプ。面白い人話して。あ、俺や。おもし話が面白い。俺ね。俺からの。うん。デートとかでリードしてくれる人。リードしてくれる人。マンホールあります。マンホールあっても。いや、お前。ダンスあります。水に対してのリードいらないの。さくらできます。ダンスあるから気をつけて。ダンサー、左に行くとダンスあるから気をつけて。違う、そう、リードそういうことだ。まっすぐ前歩いて。お前、言葉をそのまま受け取る人かな、お前。信号あります。アメコズの4人の中だったら誰がタイプとかちょっと。そう、正解あるよ、これは。え、蒼太くん以外かな、でも。あ、今んとこはね。今んとこは。ってことは、今は逆転のチャンスがあるってことだから。あんまみんなとは喋んないけど、今日一番喋るから。確かにね。え一頭、それが見えたら終わり。この人ビニーワイズじゃない。ビニーワイズ、詳しい。あ、もう友達やめたよ。俺の数少ない友達だけど、もういいかなって思っちゃったな。欠点を愛しててこその友達や。うん、あれ愛してない。ては、いや、あれすごいよね。てか考えより全部やるじゃん。そのどういうデートがいいとかある？男性に求めるデートでの。でもなんか今まで例えばさ、この横断歩道でこう受け身ちょっと、いや無理って言われてる。なる人とどっちがいいですか？そう、選択肢を与えてくれたらしい。こうなる人とどういい。そういうの絶対しない人がいい。ああ、なるほどね。あ、じゃあそういうことしません。ああ、できるんだね。はい。じゃあ今からこういうのしないでほしいよ。なんか普通の人がいい。普通にしてほしい。あ、そうだよね。こういう建物見て綺麗みたいに言ってほしいし。あ、僕ら元か。ああ、西暦が、お前がえ、西暦が走ってんだろ。リスクリスクだ。ちょっと右、お願いします。お願いします。お前がえ、西暦が走ってんだろ。ちょっと大丈夫。赤だよ。赤だよ。カメラやめて。赤だよ。カメラやめて。ちょ、カメラやめて。なんで。赤の時はやめて。俺らプライベートと仕事はっきりしてて。赤だからやめて。チーじゃん。下げて。お前らプライベート関係なく。下げて。あの、結構ロマンチック。どうなの？ロマンチックな場所でのデート。ちょっと待って、どうしたらいいの？ちょっと、あれ、博士だけで待っていた。もうこの違う、情報さん抜けてる。ポー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 。今日で仕事やめます。退職、よろず退職。さくらちゃん、注意できる。もうちょっと早く入ってほしい。怖い。先生、落ち着くまでやらせてあげてください。イヤイヤ期と一緒だから、自分が落ち着くまでやらせなきゃいけないっていうのはありますよね。私がおばさんになられても。え、私浜辺もうおばさんになってるやん、それ。あ、連れてくか。こいつこの形好きだね。安心してる。地球の中にいる感じなんだろうね。地球の中の時こんな感じだったから。一回さ、これ放置したらどうなるの？え、どうしたらいいの？寝てる？おい、寝てる？おい、なんか、すいません、あの、さくらが肉酔ってて。お前だよ。あ、見てる、めっちゃ見てるよ。さくらちゃんはね、面白い人が好きって言ってた。こういう面白さじゃないかも。ネズッチみたいな人。ネズッチみたいな好きなやついないだろう。いや、謎かけ面白いけど、お前の反対ネズッチじゃねえから。でもデート進んでないもんね、こっから。
なんでその山下公園の入り口でこれずっとやってんだよ。そう、あれ集合したのさ、見えからあの奥のさ、門じゃん。全然進んでないしか進んでないんですよ。いや、さくらちゃんさ、カメラ回ってなかったらこんな優しいのかな。これだって俺らの参考者でしょ。これ参考者だよ。これ笑ってくれんのがマジすごいけど、今日はせめてさくらちゃんだけは守ろう。今日さくらちゃんのために行きますさ、行きましょう。例えばその横浜で、あ、見てる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 、見てる見てる、やりすぎだよ、やりすぎだよ。ケニー、お前そこで技見せる必要ないよ。制圧に技見せる必要ないって技見せる必要ないよ、そこで。今一瞬降りた純子いたよ。いた確実にキックボクシングの試合負けた時の売れた重視いたわ。ねえ、好きなあの経験人数とか。経験人数聞くなよ。まず言えるんですか、そんなの。あの言葉上では4って言うんだけど、うん、16なのよ。いやいや、そんな4倍なんだ。やったことない、少女だから。わーしゃーわーわしゃーお前少女に対して体勢なさすぎるだろ。今のところソータのデート何点ですか。クソくらいっすね。ちょ、お前生きてるんだよ。東京出身とかじゃないからさ。あ、どうし、どこ、どこ出身。そう、兵庫県出身だから。あ、カスみたいな街やな。怒られるよ。泉ちゃね、うん、からの、からのからのやば。はい、どうぞ。こちらのトーテムポールをレッツゴーインザスウェイ。はい、からの俺があるみたいになってるよ。なってるよ。 This is my home。 My hometown is 埼玉寄りのスウェットですよ。じゃあ埼玉から成り上がり言うて。なるほど。これはさくらちゃんのツッコミだ。そこで生まれたらどうすんのっつって、なんでやねん。ちょ、なんでやねん。わーお、なんでやねん。 is best of 既成的。トイレ行きたい。おい、止めて好きすぎだよ。お前好きすぎて食べてる。めっちゃ食べてる。好きすぎだろお前。なんか楽しそう、みんな。お前デート入ってこうなったらどうなる。ちょっと待って、好きすぎだろ。めっちゃ牧場じゃん。じゃあ、さくらちゃん取ってあげて。さくらちゃん、すごいついてるから取ってあげて。さくら、大丈夫。やるみんなついてるから。え、大丈夫。でも、こんなわけ。やるやるぞ、じゃなくて。やるぞ。お前、誰光線的で食べてみた。やるやるスピーでやるってなんだよ。で俺とやる。なんでブレーキングダウンみたいになってんだよお前。ちょっと落ち着けます。トイレ。お疲れ様です。どうですか、中間発表というか。怖いです。怖い。なんか1年ぶりぐらいなんですけど、こんな人だっけって感じ。最近の言葉で言うなら、カエル化って感じ。これカエル化に収まるんだ。ね、ドロガエルって感じ。酔っ払いにもいっぱい種類がいるやん。一番嫌なタイプ。嫌なタイプ。え、そうだよね。今までにああいうタイプいた？いない。あ、いないんだ。じゃあちょっと遊園地の方に向かうか。でも結構歩いていくとどうだろう。タクシー使っていくか。タクシーです。タクシーで行こうか。最近、うわぁ。ただじゃあちょっと一周いいですか。はい。どうですか、今のところちょっとデートしてもらったんですけど。ちょっと楽しいですけど、うん、ちょっと怖い。どうなの、タイプ的にはさ、寄ってんの。寄ってない。あんまり好きじゃない、ああいうの。いや、でも、え、あれ、え、なんか逆にあれ好きな人いますじゃないの。え、なんか
どうしちゃったんだろうって、なるほどね、あんなんじゃなかった、初めは。あ、もともとね、はい、ということで、はい、観覧車つきました。あー、はい、あの俺とさくらがあの最終デートって感じか。なんかゲームとかあるからね、ここかっこいいの見せてあげない。あ、腕とか俺もあります。あ、教えてくれたんだ。腕があります。いいじゃん。あ、そう、これこれこれ、そう、どうせですか、やらせてもらえよ。いくら、あ、お金ある。お金はない。お金ある。あ、はい、ありがとうございます。ねえ、そっち、こっちじゃないんだ。え、どっちがいいっすか。え、なんか今のじゃあ気持ちよ、はっ、はい、はい、あ、かっこいいの見せてやれよ。うわこれは失敗か。失敗だ。失敗でーす。挽回できないんちゃう。失敗しちゃった俺。挽回できないよそれ。失敗しちゃいました。いつも成功するんですけど今失敗しちゃいました。続いて最後の観覧車に。観覧車ね、ここで最後ショートビシッと決めればもしかしたらワンチャン逆転あるもんなんか普通に結構ここ最近で一番疲れたと思う。いや、すごい撮影だわ。でもカメラ絶対意識してるよね。余韻の中にカメラ意識してるよね。さくらの本音タイム。はい、あの現状から説明しますと、さくらと合流した時間とかその場所覚えてません。勝手に今彼女乗ってるわけ。やばいじゃん。待ち合わせのとこ行ったら警察といた。ほんとちょっとハグとか真剣。え、無理だよ、無理。なんか臭いし。臭い。絶対飲んだ。あ、多分それケリーだな、それ。めちゃめちゃやりちん。え、まず東京タワー見てる。俺はめちゃめちゃやりちんで、チンチンをこけししては、こけししまくって、チンチンの境界からかわいそうだねって。タッチバックとかちょっと見せてほしい。そうだろう。頼む。そのなんか、まあ、さくらちゃんも思いを伝えるんだったら最後だし、お互い今これが最後です。酒臭。換気したい。正直フェラチョしてほしい。大したから。正直さくらのこと好きだなと思って付き合いたいなと思いました。絶対嫌だ。笑えない。そんな面白くない。そんな面白くない。今日一日デートしてみて、なんかすごいシグナルの愛嬌がめっちゃ好きで、全部がなんか刺さっちゃった俺の中で。めっちゃ楽しくて。そんな楽しい。一人で叫んでただけじゃない。自信がっていうのがあって、っていうのがあって、はい、ここからどうも入れられる。大丈夫。いや、素直に言ってほしい。いや、展開とかない、素直に言ってほしい。いや、そんなことないです。いや、ないです。展開的に言うとさ、上でいいのはもう一回、もう一回、いや、飲んないです。もうです。つけてください。ごめんなさい。